宿での件があったゆえ寺においでとは思いもよらず、サダオの弟を見張るついでに一族を弔ってやりたかった。すでに葬儀は済ませたのですか？犯人を殺すまで辛抱する。父上が死んだ夜に別れを告げたのですが、痛みは言えました？埋葬はしたぞ。それで十分だ今はな。食事は毎日取っておられるのですか？ああ、昨日は米と魚を少し。若い武士でも腹を満たし腕を休ませねばなりません。お主、この私を年寄り扱いするか？滅相もない。腕は動く、心配は無用だ。そろそろ八郎に追いつく頃だ。どの道を行ったのでしょう？どちらも人が通っておる。調べてみましょう。近くにおるはず。あそこにおる男、荷車を。あれが八郎、貞男の弟だ。動いた。では後をつけるぞ。近づきすぎて見つかるなよ。近づくぞ。先客だ。あまり顔を出すでないぞ。おい、車に何を乗せてきた？たるきび、食べ物、飲み水、もろもろです。見せろ。ああ、こちらです。酒を酔うとして話だ。まだです。
ですが、お客人に贈り物が。話しておるな。渡しておこう。文を渡したのか。では、またいつもの慈愛に。荷車はいい。馬を追うぞ。やはりな。木こりの家、賊が固めておる。貞雄の親族だ。本人は中におろう。まだ分かりませぬ。何、すぐに分かるさ。袋に尋ねることはできませぬぞ。中に人がおる。そやつに聞くさ。私が話します。貞雄からの文、八郎が渡したもの。隠れ場はわ傷つけはせぬ。我が名は坂。お主は？ヒナ、貞雄の妻だ。夫は濡れ衣です。犯人は猛虎に決まっております。貞雄、わかりません。嘘をつくな。お控えを。
まずここを立たねば。館に連れて行くしかないな。私を殺すつもりでしょう。何も案ずることはない。
Merci fürs Zuschauen und see you next time. おじ上が生きておいででよかった。教えを授けてくださった生涯一の恩人、失うわけにはいかん。決して。Перью, я сам бы. А, гючпиш, сальдец. Уде да не что икзу! Перья горбель, белоно! Сутаку ясин! Уде! Jump harak dujwen we don't know.
ジン、来たか。マサコ殿、裏切り者の所在は聞き出せましたか。聞こうとしても、あの女メソメソと泣きおってな。仕方ありません。責めたくもなるわ。それとも和光殿の魅力で落としてみるか。女は仲だ。お待ちを。酒井様。雅子様に殺されてしまいます。目を見ればわかるのです。お主の無事は受け合おう。手を貸してくれるならば。知ってることは全て話しました。八郎が文の運び手ならば、どこかで貞男と会うだろう。うかうかしておったら雅子殿に先を越されるぞ。どうかお助けください。そのためには俺が二人を見つけねば。まずは隠れ家だ。心当たりは。考えてみます。忘れてはならぬぞ。貞男は人を殺したのだ。すぐに戻る。それで隠れ家を思い出させておるところです。何を見返りに。歩きましょう。声が届かぬ場所までな。貞男を助けるとヒナに話しました。できぬ約束をしおって。ヒナの信用を得たかったのです。嘘をついたのだな。救えるならば救いましょう。嘘ではない。失敗したらどう弁明するのだ。貞男の罪は深く、雅子殿の裁きに物申す気はないと。館のあらゆるものが家族が死んだ夜を思い出させる。父の亡き後、私も里から離れました。家は少しの間で朽ちてしまいます。これはもう我が家ではない。身内が殺された忌まわしき地だ。孫は人形を握ったまま、姉が巻いていた金色の帯にくるまって冷たくなっておった。私はもう誰も守れぬ。復讐に囚われた身ではない。あの音楽が懐かしい。なんと。よくここで孫と一緒に曲を奏でたのだ。
新しい季節を迎えるたびに、もう二度と聞くことができぬとはな。礼を言う。やめて、来ないで。ヒナ、館へ急げ。ヒナ、死角を捉えるぞ。急げ。辺りを調べよう。足跡があるはず。なぜヒナが狙われた。サダオから遠ざけるためであろう。すべて筒抜けであったか。我が館に向かう道中で姿を見られたからな。あえて見せたのでは。おとりに使ったのですね。サダオが来ると踏んだのだ。なぜ黙っていたのですか。言えば止めたか。守ると約束したのです。